今日はいろいろと振り回しちゃってごめんなさい。何よ、とても楽しくていい時間だったさ。今日タケル君のお家行ってもいいかな？もちろんだよ、美代子。少し散らかってるけど。かっこいいな。クール系の初彼氏。優しく気配りができて、この人に一生ついてこ。じゃあ、うちに行こうか。あと、うちペット飼ってるから。あ、何を飼ってるの？それは来てからのお楽しみだよ。ふふふ、何それ。はい、ニコロビン、ただいま。キャー！おいおい、そんなに驚かなくても。こいつは噛みつけしないよ。な、ニコロビン。こいつは俺のペットのデカグモ。俺の家の隅々まで害虫送ってくれるんだ。ほら、挨拶しろ。やばー。どんなペットかと思ったら、激ヤバグモだった。何これ、何センチあるん？キャー！おー、初めての人に会うから少し緊張してるな。でさ、その時に元気がさ、あいつ人見知りだから。キャー！ちょっと、人の話聞いてる？どこかに行ったわね。ははは、それでさ、トモノリがさ、キャー！こら、ニコロミン。今度近くの海に行ってみる？景色が最高でさ。やばー。バケモンやん。家にバケモン飼っとるんやけど、この人。人はいいのに、趣味が気持ち悪すぎるんやけど。こんな僕だけど、付き合ってくれるかい？キャー！死ねー！面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録してね。パス？